前回の土の中は2週間前だったよな。どの内容だったっけな。ヒポポダモスが先生のことを友達扱いしているってことが分かったよな。それと実は興奮しやすい変態だってことも分かったよね。やるよ。何を思ったかキムイーの前で服脱ぎ始めたんよな。そんな妄想はやめろ。タイマにはもう会えないんだ。もう噂な。死神に取り憑かれたからヒポポタマスの寿命はあと3日。勝手な設定を作るな。俺は人魚に呪われてしまった。これ違うゲーム。ヒポポタマスとキム兄の出会いはどうでもいいや。じゃあとりあえず今回はとりあえず植えてあるもういうやつに水を当てていく作業から普通。今日晴れとうけど、もしかして乾いとるやつあんまないかな。普通。あら、水分全部普通やな。じゃあ今回は、イベント、そうやな。この5人のイベント一つずつ見てから始めよう。見るとこから始めよう。まずは俺だ。せつなけいすけを呼びました。いやあ、先生ケースだよ。早速、演芸実況をしていきたいと思います。今日の実況は私、先生ケースが行います。そうだった。次は先生ケースくんが実況してよ、みたいなことを言われとったよな。イエーイ！ペペ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 。今日紹介するのは、これ。柱サボテン、柱サボテン。でかーで、これどうやってボケドに入れた？通りで歩きにくいと思った。普通にないし、歩きにくいのほどがあるわ。歩きにくいどころじゃないだろ、お前、ポケットに入れとっても。歩きにくいどころか、ポケットに入らんだろうか、お前。お前のポケットに4次元ポケットか、お前。先生、ケイスケ君、実況。と、柱サボテンとは、サボテン科に分類される植物のうち、柱のような形をしている種類の総称です。種類ではなく、形で呼んでいるということですね。何年も大切に育てると花が咲きますが、咲く条件について詳しくは分かっていません。環境さえ整えればぐんぐん伸びていきますので見応えは壮観です。ぜひ育成に挑戦してみてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。おいだったらコメントにさ、え、そんなのどこに手入れるんですかみたいな感じでコメントしそうやな。だってこんな近所に埋まっとるわけないしさ、埋まっとるわけないしさ、ホームセンターでこんなもん浮いよるところがあるって話だもんな。どこで手に入れてきたんだよ、ヒップボタマスも。バチーだね。おう、どこやこのサボテン。ああ、それならあげる。大切に育ててね。いらぬ！いらないと言いづらい。サボテンに名前つけなあかんでないか。よしこって名前つけるぞ、お前。そこのサボテンによしこって名前つけて育てるぞ。よしこ、今夜もいい咲きっぷりだね。咲くとかないな。サボテンに咲くもないわな。花なんか咲かないんだもん。よっしゃ。じゃあ第2。キム兄、お前。胸くそ悪い先生たちだぜ。家のお母さんの名前だ。あ、そうなんじゃ。知らねえわ。知らねえわ。適当に言ったわ。よしことは適当に言ったからね。どうしたの木村くん。ヒップボタモス、俺はお前がいるだけで十分幸せだ。そんなこと聞いてないから。あ、もしかしてまた職員室に呼ばれたの。正直、キム兄がさ、機嫌悪いときは大体職員室に呼ばれたときだってよ。覚えてれば幸いです。大人っていうのは全く面倒な奴らだな。あっちから仕掛けてきた喧嘩を蹴散らしただけなのに、反省文をかけと原稿用紙をよこしてきた。うん、大人っていうのは面倒くさいんだよ。子供から大人になるのも、まあ面倒くさい人間の仲間入りってことだからな。俺は常々そう思う。自分が面倒くさい人間になったなって常々思うよ。そんなの不可抗力なのにね。まったくだよ。ああ、面倒くさい。
だそうですだそうですよね正直お前に関してはだそうですか言えないよお前。というのはな、日頃の行いというのが重要なんだよお前。日頃からお前は奉仕活動をしているか、してないよな。俺もしてないけど、まあ、いやだ、収集活動してるのだ。まあいいや友達を呼ぶ。じゃあ次はお前、じゃあミドルネームナナイ君、そんなに発掘が好きだったらまた赤ダウンを掘り越してもいいよ。よくねえよこの状態から掘り起こされたらたまったもんじゃないぞお前。おいお前、この状態から掘り起こしたら俺の努力パーやぞお前クルクルパーかお前は。あ、お前の頭はクルクルパーはお前は。お前も待ってましたみたいな感じで、ま、反応するんじゃないわお前。明日は嵐か。でも花を植えてないところだけでね。はい、残念でした。ほとんど植えているところばっかで掘り起こすのがほとんどありません。残念でした。この前は1回であんな面積を掘り返してからちゃんと 見れてないとところもあっただろうし。ありがとうな桜井。あ、発掘作業何が発掘作業じゃんお前。そういう業者のゲームになってきたなお前。そういう掘り起こす業者のゲームになってきたなお前。でもやってみたいわ。でもやってみたいわ。ちょっと発掘、他の二人見る前に発掘作業一回やってもいいかな。はい、来ました。発掘なんばかしな。一日3カ所まで掘り返すことができます。何だね、これ。ああ、植えてないんがここだけなんだよ今のところ。やってみようか。間違えた、ごめんなさい間違えた発掘。はい、何も見つかりませんでした。あ、そうっすか。え？何も起こらなかったあー、これ何も植えてない、植えてないところがたくさんあった時にやりたかったなこれはい、気を取り直していきます。はい、こういう逆境にも向きません俺。もう逆境にも向きませんからね。風邪治りたてなんでね、それぐらいの逆境はもう乗り越えて当然だと思ってますんでね。よっしゃ、次先生後回しして、ももちゃん、ちゃんももちゃんもも、また木村くんのこと怖い。君が怖いのは整形でもしてくれない限り治らないから。あの顔は何回見ても心臓に悪いよ。あは、そんなこと言ったら木村くん泣いちゃうよ。鬼の目にも涙じゃん。こらこら。でもなんで君はひぼぼたぼちゃんのことを好きなんだろうね。おー、ズバッと言っちゃった。気づいてるんだな、ももちゃん。気づいてるタイプの人間なんだな。私も特に心当たりがないんだよね。人生でどこで、ね、何があるかわからないって本当だね。それなんだお前、ヒポポダマス何で使えるか分かってないみたいな。そうだよね。あ、無意識に魅力を振りまいてる人はストーカーとかにも使いやすいから気をつけてね。だってみんな画面の前のお前ら気をつけろよお前。いつもよりか自分がストーカーになってる時があるかもしれんぞお前らの場合な。お前らだけ言うとくけど怖いこと言わないでよ。ふふ。じゃあラスト、先生だ。桜井、植物にもちゃんと水やってるか。やってますよ。アイスもかけてくるから、気をつけるんだぞ。普段から多めに水をあげてると予期せぬ雨とかで根が腐っちゃう場合もあるから。それは誰に言ってるんですか。先生も頭の上から水かけますよ。目の前にいる桜井かな。心が笑ってない気がするのは気のせいかな。はい、知ったかぶってすみませんでしたね。職員については桜井くんの方が詳しいですね。けどヒップホラースの中の先生への好感度は下がりましたからね。今は下がりましたからね先生。確実に全員見終わった。じゃあどうしようかな。
別に水をあげる必要ないし、この唯一一つ残った枠になんか種まきたいな。チューリップチューリップだ。ここここ。はい、よし。もうこれでもう全部コンプリートしたけんな。どんどん目は開いていったら、どんどん開いていったらイベントが見えると考えればいい。よし。どうしようかな。人気集めじゃ。こういう時こそ人気を集めろ。で、人気結構集まってきたな、人気。じゃあもう一回ぐらい人気集めとこう。踊れ踊れ踊り散らせお前。計画しに来た生徒たちが、え、ここダンス部じゃないんですかっていうぐらい踊り散らせてお前。さて、雨降ってる。ちょうどいい、ちょうどいいになった。雨降ったわけにちょうどいいになったわ。やったぜ。なんか最近水を与えてない気がする。最近水を与えてない気がする。よし。じゃあもうちょいちょっと人気集めして、そろそろなんかイベント大きいかな。大きいか。じゃあもう一段階人気集めて踊ってばっかじゃ。なんか水も与えてないのに踊ってばっかじゃ。本格的にダンス部になり始めてきてる感じがする。ダンス部じゃ7お前。全国大会目指すんか。ダンスで起きたイベント始まった。そろそろ木村くんを呼ぼっか。おお、キム兄か。ああ、そうだな。ももちゃん。ももちゃん。どんな拒否反応。ちょっとアレルギーなんか。木村アレルギー的なものがあるんか、体内に。木村くん。呼んでくれるのはずっと待っていたんだぜ。お前らは俺様を省いて大変そうなことしやがって。え、覗いてたの？さっきから覗いてたの？わあ、ストーカーってお前のことを言うんだな。小洗先生も言ってたよ、ストーカーには気をつけろって。ヒポモラス、お前、お前のことだぞ。お前ヒポモラス、お前だぞ狙われてるの。ごめんごめん。じゃあ早速ステップを教えてあげるね。民謡舞踊も忘れずにね。木村くんのステップはもう見てられないぐらい開くぞだったのだ。さて、結構さゲージ増えてきたよねこれ。じゃあ部員召集そうそうやってみようか。一回部員召集だね。マジでだわ。あれだっけ、勧誘活動じゃわ。あれだけ頑張って踊ったのに。もう一回ぐらいやっとこう。スタミナがあるならもう一回ぐらいやっとこう。これダンス部だと思って来てみたらダンス部じゃなくて演芸部だったっけ。なんだよみたいな感じで思われて帰っていたパターンのやつだわ多分。クソ。そもそもあれやな、なんでさ演芸部なのにダンスで人気集めていきょんか、ちょっとわからんな。ゲーム実況者なのに商品レビューで人気どんどん上げていきょんタイプのやつやお前。よーし、晴れだな。でも水分は普通か。イチゴを育っております。複数育っております。花が結構こんなにパーッと最適だもんね。寿命がどれぐらいとかあるんだろうか。その寿命をちょっと気にしておいた方がいいかもしれんけど、とりあえず水分は水あげんでいいから。うん、勧誘活動メインになってきよる。なんか知らんけど勧誘活動メインになってきとる。イベント見ようか。あ、そういえば思い出したことがあるんですけど。どうしました？お花がいっぱい咲くとコムのバーが増えて、こいつのことやな。勧誘活動で部員できる人数が増えます。アホなんじゃ。なるほど。咲いとるところを見たら、咲いとるところを見たらそれにつられて部員も増えてくるというか実績か。つまり実績を残さなあかんのやな。こういうちゃんと花を育ててますみたいな。そりゃそうやな。勧誘活動しておいてさ、ガダンに何も植えてなかったら、お前ら何してんのって話になるもんな。まあこれ以上正直花壇手入れすることないけんさ、まあそんなん気にせず人気集めするんですけどね。あ、この後じゃ。
キム兄が出てくるんじゃないこれ。出てきたー、ダズイルオーダー。なんでお前そんなにはしゃいでんだ。なにお前一人だけ温度差が違うぐらいにしはしゃいでるんだお前。なんか一人だけすごい温度差が違う。お前もしかしてなんだろう、そういう、アメリカのダンス系の映画とか見たんお前。なんかハイスクールミュージカル的なやつなんじゃん。ハイスクールミュージカル的なやつお前昨日の夜見ただろお前。影響されてるだろお前。むせてる。ああまあちょっと体調が完全に回復はしてない感じかな。どうしようかな。人気集め、もう一回ぐらいやっとこうか。もう、肌ほっぽり出して、踊ってばっかりしてるよ。これだったら地区予選ぐらい突破できそうな気がする。一人オールナイトしてるからな。特に一人オールナイトしてるやつがいるからな、これ。で、もう、あ、ここまで来たらもうさ、完全に満タンにしてしまおうかな。もう完全に満タンにしとくわ、もう。あ、満タンにはなってないかな、これ。まあいいや。この状態から部員招集、部員招集じゃないわ。毎度間違えろ、お前。こっちじゃ、勧誘活動、勧誘活動。やったー、一人いましょう。どうした？誰？すごい高飛車そうな女の子出てきた。衝撃のソーマーに出てくる、なきにエリナ的なポジションのやつが。絶対これお嬢様タイプじゃ。もう、そうでなくても俺お嬢様タイプだという、そういうレッテル貼るからね、おでこあたりに。見つけたいわよ、モモ。なに？今日もここで踊るの？やめたくせに未だにダンスをしているって、スクールの子たちの間で話題になってるわよ。ああ、これ、昔の踊り仲間っていうか、チームメイトか。それで、全校生徒の気を引いて、どうするつもりどうするつもりなのよ。注目されたいの？あなたってそういう子だったかしら。違うよ！そんなの分かってる。だから放課後はこんなところで油売ってないで、私たちとダンスすればいいんじゃないかって思って、声をかけたんじゃない。そりゃそうだな。確かに最近踊ってばっかだもんな。演芸部なのに踊ってばっかだったもんな。ももちゃんがそうしたいなら戻っていいよって思ってしまうぐらい踊ってばっかだったもんな、お前。戻ってこいって言ってるの？無理にとは言わないけど。本当にいつだって育児なしよね。ばっかじゃない？もんこれサナサナかな、サナ。あら、どうしたのももちゃん、元気ないね。おさなみがちょっとね。あ、おさなみじゃん。じゃあいつ、あいつって言ってた。あの子、おさなじみ野上さやっていう子なんだけど知ってる？あ、さやって読むんじゃ。あれ、これさやって読むんじゃ。野上さや、野上さよ。さみだれに水も滴る野上さや。なんか俳句の一部にありそうや。俳句の一部に使われてそうな名前やな、お前。クラス一緒だよ。さやちゃんを知らないわけがない。文武両道、おまけに美形で学年全員の憧れの的となっている。木村くん以上の有名人だったから。あ、マジか。すごいレベルなんじゃ。絶対それ鼻にかけてるよね。そういうところ絶対鼻かけれてるよね。美人だよね。それだけ休めばよかったんだけどね。モーちゃんは大きなため息をついた。あ、モーちゃんそんなため息つくときあるんじゃ。ちょっと意外。一体どうしたって言うんだろう。多分さ、戻ってくるのみたいな感じのことです。通過かったとき、いちご食べたいしなーって絶対思っただろう。ももちゃんのことだから俺は。今わかるぞ。さて、ここら辺でもうさ、このファンのメーターをさ全部マックスにしておきたいんで、一回人気集めしておきます。
あ、マックスになったっけ、イベントかなこれ。ちゃうな。いつも通りのやつじゃこれ。けど、イベントはありそうだな、マックスにしたときに。おう、キュア。もう、みんなだいぶダンスが上手くなったよ。私に教えられることは何もなくなっちゃった。おう、マジっすか。じゃあ、キム兄に関してはもう今回3回目やけどな。キム兄もか。だとしたらキム兄結構ダンスの、ね、ダンスのセンスあるんちゃう、それ。すごいな。さすがオールナイト決めよったやつやん。じゃあさ、こんなにダンスまあなったらさ、ダンス部潰しに行こうぜ。ダンスバトルでダンス部潰しに行こうぜ。でさ、おい、私たちが勝ったら、お前らの武士全部いただくからな、みたいな感じで言ってしまおうぜ、お前。勝負だ、勝負。学校中の関心は、今、エンゲームに向いてると思う。そっか。ありがとうね、ももちゃん。ううん。あとは、カナンのステキさにかかってるよ。一緒に頑張っていこうね、ヒップモラオスちゃん。俺たちも協力するからな。ふっ。ただ、一つだけ、俺はムカついている。最後の最後まで、俺のことを誘ってくれなかった、ヒップボーダワス。それは恨んでいる。もうこれ以上人気は上がりません。マジか。おい、ここにおるんぞ、俺。もう一声かければ誘えるんじゃないかな。なんで俺のこと誘ってくれんかったん。もう人気の最高峰に達したってダンシングパッションは消えないよ。ダンシングパッション言ってるやん、お前。もうダンス踊るの大好きなやつしか言わんような言葉言ってるやん、お前。もう心の中心の中ダンス部寄りだったな、お前。ダンシングソウルも消えないよ。武闘は情熱だ。今夜も踊り明かそうぜ。お前、キムリーだけなんかさ、オールナイトで踊ろうとする気まんまやけど、一人だけなんか温度差違うもん、こいつだけ。お前、あ、好感度が上がるんじゃ。代わりにみんなの好感度が上がるんじゃ。なんか俺のけものにされてる。なんかだとしたら俺めっちゃのけものにされてるやん、お前。また雨降ってるやん。なんか全然水やる必要ないという梅雨の時期なんか今。そうか。じゃあもうこの状態で部員招集してみましょう。部員招集じゃないわ。3回目じゃん、お前。何回間違えたら気がするんじゃん、お前。勧誘活動じゃん、お前。おお、3人も来た。へえへえへえへへ。ダンス部のみんなごめんな。こっちの方に部員が集まってきてるわ。ごめんな。ダンス部のみんな。最近ダンス部部員なかなか手に入らんって聞いてるわ。ごめんな。どうしようかな。人気集めしたらさ、好感度があるんやな。人気集めっていうか、なんか部員の人気が集まってきよう感じになってきてる。さて、どうしよう。あー、なんかこんないろいろもんが生きてる。この花とかクリックしたらなんかあるん、これ。うっとりしていますね。しかし、何も起こらなかったわ。何その、コイキンゲルの跳ねるみたいな感じのやつな、お前。あ、そうなん。うっとりしとんじゃ。知らねえわ。そんな知らねえわ、お前。トラベリー。食してみます。回復するから。回復した。甘酸っぱい美味しさ。精神力が回復した。うん。どうしようかな。もう、育つの待つしかないような状態になってしまうと思うな、これ。それにしてもすごいな。部員が18名になったぞ、お前。これ野球部だったら紅白戦できるぞ、お前。他に道具何か持っとったっけ。テントウムシおるやん、よく考えたら。テントウムシまだ残っとったんじゃん、これ。前捕まえてテントウムシじゃん、お前。あ、使用するもんじゃないんじゃ。何のために用意してんじゃあ何のために捕まえたんじゃん、お前。鑑賞用か、お前。あと、ハニワ。まあ、あれやな。うん。持っていくよな。持っていたらなんかあるんかって言ったらそうでもないよな。さて、どうしよう。ちょっとイベント見とこう。あーれー、お前、さらっと俺や、お前。さやちゃん、さらっと俺や、お前、お前。高飛車。お前、高飛車って呼ぶぞ、お前。高飛車そうやけん。高飛車ってあだ名つけるぞ、お前。おい、高飛車、お前。
まさか、普通に友達扱いになってるもん。呼んじゃった。普通に呼んじゃった。普通に呼んだけんな、部室に。あなた、桃の何なの？友達？桃の友達を私だけなんだから、そうやって謝罪出ないでくれる？ああ、こういうタイプか。こう、なんか桃ちゃんに執着しとるタイプのやつじゃん、お前。ちょっとは言い返してきたらどうなの？好感度上がったん？なぜ今の好感度上がったん？よくわからん。このゲームの好感度のシステムって、人間の好き嫌いっていうのがよくわからんようになってくるな、これ。ああ、やっぱり高飛車なタイプだったか。なるほど。これは人気って言ってももしかしたら男性の踏まれたいとか、罵ってもらいたいみたいな、そういう系の人気が集まってきてるんだろうか。勝手にそういうことにしとこう。同人誌のネタになりそうだ。さて、どうしようかな。水をやらんでいいとなったら本当にやることがなくなってくるんだよね。俺呼ぼ。呼ぼってかおるけどさ。ちょっと横にずれただけだけどさ。あ、はい。あ、待てよ、これ。よう考えたら20名ぐらいになったらなんとかって言いよったな。小洗先生が20人ぐらい欲しいなみたいなこと言いよったけん、20人集めとこう、今のうちに。もう今のやることだから、もう。だから V 招集じゃないって、お前。勧誘活動じゃん。勧誘、勧誘。来たー！ 20 人来ました。先生、20人集まりましたけど。あ、日付が変わったらイベント始まるときってあるけんな、いつも。そういうことかな。まあいいや。だったらもう無理やりっていうか発掘作業させとこうか。あ、発掘作業したってしょうがないやん。間違えた。どうしようかな。やることがなくなってくるというね。ここに来てやることがなくなってくるというね。収集活動。なぜ収集活動してたんだろう。V 招集やろうか。俺、発掘してこい。なぜか俺に発掘作業を任せる。そして、モーちゃん、お前も、なんかその辺の公園の砂場とか掘り起こしてこいよ、お前も。頼むんだぞ、お前。何を起こしてきた？どこの公園行ってきてた？縄文土器！上等じゃないですか。これが欲しかったんだろう。何を思ってきたお前は。何て思うんですか。合唱道具。普通の道具じゃダメなんですかね。普通の道具じゃなくダメなんですか。合唱道具にこだわる必要あるんですかね。そんなこだわるん。ミドルネームぐらいじゃんお前。ほらお前。あ、お前もしかしていいもん持ってきたんじゃないのみたいな感じで目で見てるからなお前。早速早速。わかったわかった。これどう思う。どう思う？ただ押せただけだった。これはどんどん持って帰れる。この子気になるわー。もうこの子気になるわー。もう新しく出てくるとは思わんかったよな、これな。まさか6人目が出てくるとは思わんかった。あれか、戦隊ものってさ、最初5人で戦いよったのに途中でもう1人ぐらい出てくるもんな。そんな感じのことを、こんな感じのことをちょっと表してるのかな。はい、出てきた。高飛車。あなたって私がこんなに挑発してるのに何も言ってこないのね。あ、そりゃそうでしょ、お前。そういう煽りに反応しないのが一番偉いやり方なんですよ、お前。そんなんに反応していちいち反応してさ、何が楽しいんですか、逆に。聞きますけど、何が楽しいんですか。私がさやちゃんの気持ちを踏みにじる相当のことをしたのかもしれないと思って。そんな大層なことじゃないわ。そうだぞ。そうだぞ、ヒポガマス。君が生きてることを、それ自体が罪なんだぞ。よっしゃ、どうしよう。いやー、この子のイベントバンバン見たろう、今回。ちょっと、やることなさすぎて。さやちゃん、もっとイベント見せて。いいこぶってんじゃないわよ。そんなつもりじゃ。おっと、ちょっと罵られましたね。いいですね。
もっと罵ってごらんなさいよ。もっと罵ってごらんなさいよ。もっと別のパターンで罵ってみなさいよ。もっとないの、ボキャブラリー。もっとないの。もっと、かやちゃんがネタ切れということなので、諦めて違うことをやることにします。それにしても20人集めた。あ、そうじゃん、お前。先生、お前。20人集めたぞ、お前。今度は先生から質問していいかな。ダメです。それより先生、20人集めました。何かないですか？ 20 人ぐらい集めないとなって言ったのは先生の基準ですか？ただ先生の基準なんですか？このゲームのシステムに関係なかったんですか？いいですよ。何でも答えましょう。バストサイズは98です。でかい！エンゲームのみんな、とりわけ。桜井が先生に冷たい気がするんだけど、気のせいかな。そこがまた興奮するんだけどな。気のせいですよ。そうだよね。その痛い目を見るような目、興奮するな。小笑い先生って M なんですか？そういやさ、日付変わったんやけん、なんか晴れやし、水とかいけるかな。水分量普通か。じゃあ別にいいんじゃ。じゃあお前じゃない。ストロベリーがどんどん生えてきてるからな。気づいたらストロベリーだらけになって、どっかに出荷したら高さが売れるんじゃないかなって思ってしまうところ。売るっていうコマンドがないからな。ここに売るっていうコマンドがないからな。さてどうしようか。ちょっと部員さらにもらっとこうか。3人もうどんどん芋づる式についてきようねば。昨日植えた部員のさらに友達を連れてくるような形でどんどん増えていく気がする。芋づる式。さて、なんかで部員バックを表してもしょうがないけんさ、なんかちゃんとした園芸系のことをしたいんやけど、なんか園芸系のことできんかなこれ。なんか園芸っぽいことできんのかなこれ。花咲かせん系のこういうイチゴとか潰して、なんかさらに違う植物が植えていた方がいいんかなこれ。イチゴ潰そう。イチゴたくさん手に入ったけん潰すよ。ももちゃんが泣きそうやけん潰すよ。潰すんかな。潰せるんかそもそも。潰せないな。さてどうしようか。ももちゃん、もう花の手入れする必要がないような状態だから、ちょっとお話しよう。最近、イチゴを食べてない気がする。めっちゃあるからだ、お前。お前、バリバリ収穫してるから、お前。お前がた欲しいって言ったらいくらでもあげるぞってぐらいあるからな、お前。花壇になっていたら食べていいんだよ。ワイドストロベリーはビタミン C 豊富だから、体にもいいし。そうだったのか。じゃあ今度見つけたらヒトボロソダちゃんも食べようよ。私はいいよ。なんで？恋愛運下がるから。知らない？ワイドストロベリーが開花すると恋愛運が上がって、身を食べると下がるってジンクス。そんなジンクスあるの？昔流行ったんだよ。昔っていつの話だよお前。それで検索したら30年とか40年前の話って言ったら、お前ババアって呼ぶからなお前。知らない人食べてた。私はてっきり色系より食い系を優先してるかと思ってたよ。でもももちゃんくらい可愛かったら大丈夫なんじゃないかな。多少恋愛運が下がっても。だ大丈夫じゃないから。なんでもう大学にいてくれなかったの。悪い優先順か。そう言うと、モーちゃんは夕日に向かって走り去った。ひどいことをしたなって思ったので、モーちゃんの写真を貼り付けて、彼氏募集してますっていう貼り紙を10枚ほど町内にばらまいた。暇なのでやっぱり踊る。みんなで踊る。みんなで踊ります。でも切なケースが呼んでおりません。はぶられた気分で私はショック。おーい、部員ども働け。お前ら
働けよお前ら。さて、お前ら、何か、いいものを見つけた場合には、褒美をやるぞ、お前。あ、最初は、ももちゃんか。ほい！な、それ、猛戦ゴケ、コケ取ってきたの、お前。コケ持ってきたの。はいよ。ハニは、あ、お前、それ見慣れたんじゃん、お前。なんなら、お前、自分の部屋から持ってきたりせんかっただろ、お前。ほらよ。ボビーこれが欲しかったんだろ。おい、刹那圭介、前3人がなんかいまいち面白くないもん持ってきたからな、お前が手本見せてやってくれ。これが面白いもんだぞって、こういうの持ってきたら面白いんだぞっていう手本見せてやれ。お前、コスモス、いいね。なんかランクが高そう。コスモス、ランクが高そうだぞ。コスモス、おい、ランクが高そうだ。でもこの中には入ってないけど。今思ったんやけどさ、収集リストにこんだけたくさんあるのにさ、まだその3分の1も見つけれてないんじゃ。じゃあもう時間かけてさ、この今日はさ、どんどん集めまくるっていう作業にしようかな。あ、乾いてきたんで危な。久しぶりに水あげた気がするわ、お前。じゃあ今回の配信最後は、やっぱり新キャラクターはお前に話しかけて終わるからな、お前。さっきと同じ罵り方してきたらお前、容赦せんぞ、お前。ちゃんと違うボキャブラリー、違うやつネタを盛り捨ててくれ、お前。ももはあなたのどこがいいんでしょうね。ももちゃんのこと大好きなんだね、さやちゃんって。起きた、さらっとすり抜けてきたから、お前。うん。青量さらっと返してきたからね、綺麗に。え？そんなんじゃないわよ。ツンデレ属性が見えた。もうちょい欲しがるぞ、俺は。もうちょい欲しがるぞ、お前。いい子ぶってんじゃないわよ。お前、しゃべることなくなったら、お前、いい子ぶってんじゃないわよっていう言葉でしか、とんでもないわ、お前。ダメだ、こいつは。ほら、手本見せてやれ、お前。切なきんすけ。お前、手本で見せてやれ。こういうネタを振ってきたら面白いんだぞっていう手本見せてやれ、お前。あ、そうっすか。調子悪いっすか。